どうも、どうぞるです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュライル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今日はですね、まあ、新カードのバトルヒーラーね、まあ、こいつがもう話題沸騰中で、まあ強いと。まあ、ぶっ壊れすぎて過去一なんじゃないかとも言われているんですけれども、このね、バトルヒーラーについて今日はちょっとお送りしていきたいなと思います。で、バトルヒーラーの性能、改めてなんですけれども、まあ、何が強いかって、こいつね、体力がやっぱすごい高いんですよね。ミニタンクって言われる、いわゆるナイトだったり、バルキリーだったり、あとミニペッカだったり、そういったまあ、タンクとまではいかないけど、まあ、ちょっとしたね、受けとして優秀な、部類なので、まあ、体力が高くて、で、呪文が全て受けきれるんですよね。ロケットでも死なないと。いうのが一つ、呪文で処理できないかつ、まあ、厄介な特性回復効果を持ってるっていうのが、こいつのね、スペシャリティというかもう強いところ、でございます。で、バトルヒーラーの回復についてなんですけれども、まあ、2種類の回復があるよっていうのは以前の動画でね、紹介した通りなんですけれども、一つは自己回復、自分を回復してくれる。これはね、別に攻撃してる時じゃなくても、地味にね、こう普通に体力が回復していくので、まあ、それが一つ強いっていうのと、あともう一つは、ね、攻撃した際に自分含め周りの味方もね、回復してくれるっていうのがあります。なんで敵に攻撃してるときはより回復効果が強くなるし、周りにいるやつも全員回復しちゃうから、まあ、それがとにかく強いと、いうところで、もう自己回復についてはね、その自陣にいるときは回復しなくて、敵陣に入ると、回復するっていう効果が、あるっぽいんですけども、なんかそれ以外の例外も実はあって、具体的にはですね、この敵陣っていうのがどこを指すかっていうと、ここですね。赤い線を越えた瞬間に自己回復を始める、時があるんですよ。だから自陣では回復しないっていう、性能なのかなと思いつつも、さっきね、普通に、自陣でも回復する例を見つけまして、だからちょっとね、正直わかんない。ゲームを出すね。正直ちょっと、何要因なのかが、ちょっとバトルヒーラー博士ぜひね、コメントで教えてください。まあ、いろんな、こう、パターンがあるとは思うんですけれども、まあ、自己回復は常に毎回するわけではないよっていうのを一つ覚えておいてください。はい。なんか自己回復してくれるだろう、ここですね。相手のプリンセスに対して、バトルヒーラーを出すんですけれども、相手のユニットとの距離とかなのかな？相手のユニットとの距離が一定距離以内に入ったら回復し始めるとかかもしれないですね。ここちょっとスローでいきますね。このプリンセスに対して、バトルヒーラーを出して、確かに橋を越えてからしか回復しない時があるんですよね。一定範囲内に敵がいると回復、これね、回復してるんですよ、ほら。プリンセスの攻撃をちゃんと回復してるの、わかりますかね。でも、普通に呪文を打って体力がない状態で、こうバトルヒーラーだけ生き残って上に上がるとき、あの相手の陣に行くときに、普通にこう回復しないパターンもあるんですよね。今んとこ、ドズル説によると、ドズル理論によると、相手とかタワーとかの、距離が、まあこれ何マスぐらいだ ?8 マスぐらいかな ?8 マス以内ぐらいに入ると回復し始める。っていうのがまあ濃厚なんじゃないかなと、言ったところでございます。だから、例えば相手の攻撃を受け切って、ダメージを受けた状態で、完全に満タンになった状態で敵陣に行くっていうことは、さすがになさそう。ただね、やっぱ呪文、さっきも言ったけど、ロケットでも生き残る。もちろんスパーキーの一撃も耐える。だからまあ呪文とか一撃で処理しにくくて、しかも後衛としてね、タンクとして優秀で、まあ回復機能もあってっていうところで、かなり、多分今シーズンはね、バトルヒーラーのシーズンになるんじゃないかなと。シーズン中の調整がなければね、恐ろしく多分バトルヒーラーだらけ。今もうバトルヒーラー使わなかったら損っていうぐらいまでね、あると思うので、しかも、あのね、個人的にはこの、何、ブースト新カードブーストがめちゃめちゃ神アップデで、あの今までやっぱりね、一部の金持ちしか、そのマルチで使えなかった新カードっていうのは何ヶ月か後、だってなんならね、私エリゴレまだ使えませんから、エリゴレまだレベル11だから、マルチで使うの絶対できないんですよ。だから、あのこれを使えば新カードでもマルチで即戦力になるっていうところで、このアップデートは個人的にはめちゃめちゃ神って思ってますね。というところで、あ、今日のデッキはね、あー、行っちゃった。今日のデッキは、ボンバーが入ってるゴレデッキにバトルヒーラー入れてるんですけど、このデッキが今グラチャレで勝率かなり高いんで、ちょっとこれを使ってやっていきたいと思います。またバトルヒーラーが入ったデッキの紹介とかも、やっていきますね。このゴーレムはとにかく強いですね。てか今シーズン多分ゴーレム強いと思います。なぜならば、ね、ダークネクロがまず強いと。ダークネクロを修正されなかったんで、なぜかね。ダークネクロ絶対修正来るだろうなと思ってたんだけど、来なかったんで、ダークネクロが強いのと、あとエリゴレがやっぱ相変わらず強いんで、エリゴレ対策に対し、あの、エリゴレとバトルヒーラーが相性がいいんですよね。だからエリゴレ対策にこのボンバーが最近また、あの、輝いちょるぞと。いやー、ライトニングドラゴン来た。ライドラもね、実は今ね、なぜか来てるんですよね。なぜなのかよくわかんない。ライドラが今またトレンド入りというか、また強いデッキに入ってきてますね。さ
さあここは、あ、矢の雨来ましたね。まあ、矢の雨も強いからな。今回は呪文勝ちはしているので、こっちの呪文がね、ライトニングっていうところでは、あー、これライドラが生きちゃったか。これボンバーちょっと、残念な感じにしよう。OK。さあ、今んとこ、ダメージリードはそんなに取られてない。おそらくな、相手は、ジャイアントに、このバトルヒーラー入れてきてると思いますね。この感じだと。さあ、ここはちょっとゴーレムで合わせると、アドがやばそうなので、バトルヒーラーダークネクロで受けて、で、バトルヒーラーと一緒に、このユニットで受けると、相手ね、呪文で処理しにくいんですよね。そう。あ、マジックアーチは最速で、さあ、こんな感じで、バトルヒーラーとダークネクロで受けると、ダークネクロ自体も死ににくいというか、ちゃんと回復してくれるんで、これが美味しいですね。あ、でもこの空ユニットの効果が強いな。こんな感じで、バトルヒーラー対策で空ユニットが流行ってきてるのかな。さあ、ここ自己回復でなんとかタワーまで届きそうだけど届かないと。ここゴレ後ろから出したらジャイ逆サイ来るかな。で、エリアでは多分取れてるはず。さあ、ここで相手の動きを見ますが、来ないね。オッケーオッケー。エリアドだいぶ取れてますね。さあ、ここから1分間切ってゴレタイム。ここ勝ちたいな。相性的には悪くないのと、あと呪文のライトニングをどっかでめちゃくちゃ刺したいので、あ、バトルヒーラー来ましたね。これユニットだけに打ちたい。ライトニングドラゴンとか、いや、難しい。これバトルヒーラーにどうしても入っちゃいますね。バトルヒーラー早めにやっつけたい。今、いやー、厳しいか。ちょっと待って待って。やばいやばいやばい。相手のバトルヒーラーが、はい、活躍しまして、これはちょっとやられたくさいな。ライトニングドラゴンもいい感じと。いやー、バトルヒーラー2体目。これあかんよ。これあかん。バトルヒーラーはとにかく火力でもう押し切るしかない。じゃないと、一気にやっつけないと、こいつはもう永遠に悪さするんで。あぶねえ。危ねえけどきつい。危ねえけどきつい。いやー、これ終わりましたね。残り10秒。いやー、自分もバトルヒーラー使ってるんで、人のこと言えないけど、バトルヒーラーが止まんねえ、マジで。止まらないですね。相手の敵も強いです、ちなみに。ライトニングドラゴンとかも、採用としては増えてます。多分だけど、ソロユニットがまた注目されてる一つの理由としては、バトルヒーラーが攻撃できないんで、周りのユニット回復させれないんですよね。うん、だから今みたいな感じでバトルヒーラーをうまく処理するための、ライトニングドラゴン。ここら辺が、また流行ってくるかもしれないですね。なんでこのタイミングでライトニングドラゴンが流行ってるんだろうって私も疑問に思ってたけど、今の戦いで明らかになった。さあ、ここは待ちます。バトルヒーラーはね、基本的にどのデッキにも入ると思っていて、割と腐りにくいですね。うん。まあ、一発で処理される呪文系、例えば、ゴブリン系、ゴブリンバレルの枯渇とかに対しては、ちょっと、組み合わせとしては強くはないかもしれませんが、それ以外の結構体力があるユニットをメインで戦うデッキに対しては基本的にバトルヒーラー入ってくるでしょうね。ファイブを使った後なんでどうしようかな。ユニット重ねて、ここら辺バトルヒーラー重ねればいいのかな、とりあえず。とりあえずのバトルヒーラー説ありますね。さあ、相手は高回転で、おそらくホグライダーが飛んできそう。はい、飛んできます。ここはバトルヒーラー邪魔するなよ。バトルヒーラー重量が、オッケー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 。で、マスケットもなるべく抑えたい。これで、あ、ここ自己回復してないんですよね、ほら。やっぱね、あ、してるしてるしてる。よくわかんないな。するときとしないときの差が、マジでわかんない。バトルヒーラーに関しては。七不思議ですね。気まぐれ。気まぐれになってますね、確実に。さあ、これ、おそらくホグライダー飛ばしてきますか？さあ、来ない。あ、来ます。これちょっと、ある程度タワーで受けて、5プラスのローリングウッドを、ダークネクロにしてくるかな。ライトニングでマスケットを飛ばすのが定石なんですが、今回ちょっとバトルヒーラーつけてみましょうかね。バトルヒーラーを信じろ。信じる者は救われる。これローリングウッドプラス5で処理しようと思っても、バトルヒーラーの回復で、ダークネクロがまた処理できない範囲、体力になるので、これが強いですね。今までだったら今、ローリングウッドも一発撃たれてるんで、ダークネクロに。だから今の、ね、タワーに近づいたタイミングで、あれやられると終わるんです。終わるっていうか、ファイアーボールで飛ぶんですよね、ダークネクロは。それが飛ばなくなるっていうのが、恐ろしくやっぱ強くて、もう、クラロワの常識を覆しますよね。やっぱり呪文をどのタイミングで使っていくかっていうのを考えながら立ち回りをしていくじゃないですか。もうそれを無視しちゃうんで、こいつは。ここは守りで使いつつ、バトルヒーラー単体もやっぱ無視できないですからね。タワー単体で受けると多分半分ぐらい削るんで、
タワー単体で受けるのも難しいし、かなり厄介なユニットかなと思います。さあここはバトルヒーラーが OKOKOK、 バトルヒーラーが回復してくれてたらもうベビドラも生き残るし恐ろしい強さだな。 OK、 これはもうバトルヒーラー勝ちましたね。ちょっと相手がバトルヒーラー使ってなかったら申し訳ないまである、うん、正直バトルヒーラーを入れない理由は正直ないですね、今の環境において。さあグッドゲームありがとうございます。いやこれは強いな正直、うん、なんでテストプレイでこれが強いって気づかなかったのかとしかも一つ困ったことがあって、今週末世界大会なんですよね。世界大会はバトルヒーラー使えないんですよ、おそらく、使えないと思うんですけど、正式リリースまであと30日だから、世界大会前に環境が全然読めない。これプロ選手も多分そう、出場する選手も多分そうだと思うし、私たち解説陣もそうだと思うんですけど、ちょっとどんなデッキが世界大会で使われるのか、より読みにくくなりましたね。環境が定まらないというか、バトルヒーラーみんなどこでも、どこもかしこも使ってるから、バトルヒーラー抜きの環境で、選手のみんながどんなデッキを仕上げてくるのか、これは全くわかんないですね。さあ、ファルチェ来た。これはライトニング打ちつつ、ちょっと嫌っすね。バトルヒーラーさんに頑張ってもらおう。バトルヒーラー頑張れ。バトルヒーラー。よし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 。これで残ると強いですね。これで自己回復はしないんですね。謎。で、相手の陣に入ると回復すると。この動画だけでも、マジで謎のことがいっぱい起きてるんで、ちょっとバトルヒーラーの特性、研究しがいがあるというか、本当に気まぐれ説が出てきた。相手との距離説、ドズル理論が覆されたな、今。あの距離でしないときはしないんだな、回復な。はい、ゴーレム来て、まあ、ゴーレムにはこの位置ですね。トルネードで座れない位置。で、ダークネクロ使っちゃったんで、相手ファルチェとベビドラでしょ。嫌だな、ダークネクロもいますよね。ここはボンバー、いや、バトルヒーラーで受けるか。結局バトルヒーラーで受けるのが安牌。バトルヒーラーで受けて、高エニットゴリゴリにした状態で、いや、このね、ポイズンとかも、これが強いわけですよ。ポイズンをほとんど無効化できるんで、あ、ボンバー今、あっちっちゃ、ほらほらほら。こんな感じで、範囲内にいるボンバーが、回復しちゃうんですよね。これ相手のポイズン、まるで、もう本当に無と化してるんで、これがチート技ですよね、いわゆる。ここも、ね、自陣で受けつつ回復して、相手の陣に意気揚々と乗り込む。そこにまたエリクサーを使ってもらって、また回復するというところで、これでもうエリアド大量に取れたんで、ここもまたベビドロ回復しちゃってんもんな。それで相手はもうアップアップだと思いますね。さあ、ダークネクロもつけて。ポイズンがもう怖くないね。てか、呪文をもう、呪文をバカにしているバトルヒーラーは。呪文という概念、ほら、もう、ポイズンが、なんにもなってないもん。相手のポイズンを無と化してるんで、相手のポイズンを、はいはい、無効化して、さらには、はい、いい状態で、相手の陣にも攻めれるよと。ただファルチェがちょっと強いね。ファルチェが強くて、バトルヒーラー頑張れ。いや、さすがに無理か。さすがにちょっときつかった。あ、これ負けるか、負けるか。危ない危ない。さ、コウモリがいい働きをしてくれて、ワンチャンこれ負けますね。ポイズン残り3秒、オッケー。ここは勝とう。あれ入れたくないですね。攻撃も入れたくないですね。さ、ここはゴロッと、ゴロッとしつつ、あー、バトルヒーラー。オッケー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 。さあいいよ。こっちのユニットが結構残った状態で、バトルヒーラーが残ってる時の安心感ね。これが半端ない。さあ、バトルヒーラーが敵陣に突っ込んで、おそらく相手ユニットをまた使うでしょうと。オッケー。ガンガン使ってくれますね。で、使ったユニットをまた自陣で処理して、ゴーレムとかと本当相性が良さそうですよね。さあ、ここ、ファルチが厄介。ファルチェとかね、ライドラとか、あとボーラーとかもね、強いんじゃないかって言われてますよね。体力があって、かつバトルヒーラーに優勢が取れるユニットたち。さ、ここはバトルヒーラーがいい感じで生きて。あとライトニングで仕留めたいな。いやー、これちょっと攻め急いだか。ライトニングプラスの残り1分。トリプルエレクサーなんで、ここ相手がゴーレム多分出してくるんですが、ゴーレムを受けて、ゴーレム受けてライトニングでフィニッシュかな。ライトニング、いや、ライトニング足りないか。ちょっと待って、やっちまったかも。ライトニングが
ダメージ446なんで、あ、やっちまったこれ。ちょっと待ってよ、ライトニングで受けようと思っていたんですが、いやーこれ負けたか。バトルヒーラーのバトルヒーラーの強さを語りすぎて負けてしまった、敗北してしまった男、ドズニキでございます。え、今日全部負けた、まさか。あ、勝ちましたね、勝ちました。途中勝ったんで。というところで、本日はですね、ちょっと最後、恥ずかしい戦いだったんで、ちょっと顔が赤くなっちゃったんですけれども、バトルヒーラーが、まあ、とにかく強いと、いうところでね、まだ、基本的な使い方とか、あと、回復する機構がね、正直まだ本当に分かってないので、こうちょっと詳しい人はね、ぜひコメントで、教えてほしいな、というところなんですけれども、またちょっと可能性のあるユニットというか、まあ、とにかく強くて今シーズン、ゴリゴリ暴れてきそうなユニットなのでね、いろんなデッキをまた、紹介していきたいなと思います。まだまだね、ゴーレム以外にもいろんなデッキにも入っていて、正直ゴーレムとも相性いいなっていうのを今日感じてもらったと思うんですけれども、まあ、どんなデッキでも入ってくると、いうところでは、バトルヒーラー対策デッキなんかもね、いろいろ流行ってくるんじゃないかなと、ね、個人的には予想しておりますので、ぜひ皆さん、そこら辺もね、いろいろ研究していきましょう。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。